こんにちは、サードラです。今回はモンスターハンターナウにおいて、また新たなアップデートが本日追加されたっていうのと、サイレントでリオレイヤーュの出現期間に変更が入りましたので、そちらについてご紹介をさせていただこうかなと思います。 早速まず本日リリースされたアップデート内容を見ていくんですが、こちらが主なアップデートっていうことで、ペイントボールでマーキングしたモンスターの資料について、討伐に失敗しても一定回数再挑戦できるようになりましたっていうのと、細かな改善が入っていますっていうのが告知されています。で、この詳細を見ていくんですが、ちょ詳細がこちらになります。えー、モンスターハンターナンをプレイしていただきありがとうございますっていうことで、まあ、本日ね、リリースされたバージョンの内容を、まあ、ここに書いてますよっていうことが記載されていまして、今回変更された内容っていう のがまず1つ目がペイントボールでマーキングしたモンスターの資料について討伐に失敗しても一定回数再挑戦できるようにしましたっていうことでこれが一応一定回数っていうのがツイッターで告知されていたんですが3回ですね挑むことができるようになっているみたいですで次にメインストーリーのチャプター10からチャプター13およびメインストーリー2周目においてフィールドの大型モンスターの出現率を調整しましたっていうことで これはシンプルに、まず1周目の人のモンスター出現の傾向を変更しているっていうのと、さらに2周目以降の人については、こちらですね、フィールドの大型モンスターの出現率を調整しましたっていうことなんですが、注意していただきたいのが、あくまで星の出現率を調整しているっていうだけで、大型モンスターの種類の出現率っていうのは変更がありませんので、まあ、イメージとしては、今までと枠モンスターは変わらないけど、より高い星のモンスターが出やすいとか、そういった風な調整が入ったんじゃないかなと思います。で、次にお供がモンスターをマーき、 キングした時のプッシュ通知がなくなりましたっていうのとお供の自動マーキング機能を回収しましたっていうことでこちらに関してはアプリを起動している間はお供がモンスターをマーキングしなくなりましたっていうことなので今まではアプリを起動していても気づけばまあ、お供がねおもペイント投げてくれてましたっていうことがあったんですがまあ、そういったのがなくなっていますメリットとしては自分が普通に討伐しようと思っていたモンスターを勝手にペイントされることがなくなるっていうメリットはあるんですが逆に言うとアプリを起動している間はお供 ペイントを投げてくれなくなっているので、アプリを開いていない状態で移動しないとお友ペイントの消費ができなくなってるんじゃないかなと思います。で次にお友がモンスターをマーキングする感覚を短縮しましたっていうことになっています。なのでこれもしかしたらまだ検証はしていないんですが。 オトトモペイントを使いたいた、まあ、このモンスターにオトモペイントしてほしいなみたいなタイミングでタスクキルしたらかなりの確率でオトモペイント投げてくれるとかなんかそういった風な、まあ、そういったちょっとねお得なことができる可能性もあるのかなと思ってるんですがこれはねまた検証次第何かいい情報がつかめれば動画にしようと思ってますであとは招待コードでプレゼントの獲得条件を招待された人がハンターランク11になった時に変更しましたっていうことになっていますで次に修正された不具合ですねこれ僕気づかなかったんですけどボルボルスが沼地エリアに出現しないっていう不具合 具合が修正されているみたいですっていうのが、えー、まずこちらの本日リリースされたアップデート内容になりまして次にリオレイヤー種の出現期間についてお話をしていきますはいそしたらこちらがリオレイヤー種の出現期間のページになっているんですが見ていただいてわかる通り一番上にリオレイヤー種出現期間っていうのが10月9日の月曜日9時から10月15日日曜日の16時っていうのが追記されていますでこれ元々もとしれっと書き換えが入っていてでこちらが書き換え 前の、まあ、スクショですね僕の動画のやつをそのまま持ってきているんですが、こちらは10月の9日月曜日から10月13日の金曜日の16時59分までが低確率出現で、そこから残りの3日間ですね、13日、14日、15日に関しては指定された時間で大量発生するけど、この13、14、15のこの指定の時間以外はもうリオレイヤー種自体が出現しないですよっていう告知が今までの告知だったんですが、新たな告知見ていただいてわかる通り一番上の期間ですね、 シレッと変更が入ってまして10月9日月曜日の9時から10月15日の16時まで低確率出現ということで変更してくれているのでこれは良い方の書き換えなので。 ま、個人的にはいいんですけど、まあ、あせっかくね、ここ書き換えるんだったら、ちょっと告知をね、何かしら SNS でしてくれればよかったのになっていうのは正直思いました。と <laughs> いうことで、今回は本日よりリリースされたアップデート内容と、リオレイヤーュの出現期間に変更が入ってますので、そちらについてご紹介をさせていただきました。これからもモンハンナウの動画を上げていきますので、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントくださると嬉しいです。バイバイ